七夕は、スピリチュアルな観点からも興味深い要素があります。七夕には、夜空に願いを込めて、星に祈りを捧げるという習慣があります。願いのパワー、七夕の織姫と彦星の伝説には、二人が出会うことができる唯一の日とされています。この日は、願いが叶う可能性が高まると信じられています。スピリチュアルに考えると、私たちが持つ思考やエネルギーは、宇宙とつながっていると捉えることができます。七夕の日に星に願いを込めることで、自分自身のパワーを高め、願いを実現させる力を引き寄せる可能性がございます。宇宙との調和。七夕の夜には、星々が輝き、美しい風景が広がります。この光景は、私たちが宇宙とのつながりを感じる機会でもあります。スピリチュアルな視点では、私たちは宇宙の一部であり、宇宙のエネルギーが、私たち自身にも流れ込んでいると考えられます。七夕の日には、宇宙のエネルギーとの調和を意識し、自分自身と宇宙のリズムを合わせることができるでしょう。織り込む意図。七夕の短冊には、自分の願いや目標を書き込む習慣があります。これは、スピリチュアルな観点から、自分の意図を宇宙に織り込む行為と捉えることができます。意図を明確にし、それを宇宙に向けて送ることで、私たちの願いや目標を実現するためのサポートを受けることができるでしょう。織り込む過程では、心の内側にフォーカスし、自分自身の本質とつながることが重要です。感謝と祝福。七夕は、願いを込めるだけでなく、感謝の気持ちを忘れずに過ごすことも大切です。スピリチュアルな視点では、感謝のエネルギーは、豊かさや幸福を引き寄せる力を持っているとされています。七夕の日には、自分自身や周囲の人々に対して、感謝の気持ちを抱き、祝福の言葉や思いを送ることで、ポジティブなエネルギーを高めることができるでしょう。最後に、七夕は、日本の文化と、スピリチュアリティが融合した、特別な日です。この日を通じて、どんな願いも叶えてくれる、現世利益の最強神である、上天様に願うことは大変有効的なことです。東方でも、毎年この七夕の日に、上天様へ願い届ける、七夕祈祷を行っております。本年度の七夕祈祷も本日早朝に無事お英語依頼者様の願いを上天様に届けさせていただきました。これからも毎年できる限り行う予定にございますので、ご希望の方はまた来年を申し込みください。それでは素敵な七夕をお過ごしください。合唱。